中区の名古屋東急ホテルで今日行われる叡王戦五番勝負の第3局昨日対局を前に4連覇を目指す藤井聡太八冠と挑戦者で同い年の伊藤匠七段が使用する駒や明るさなど対局上の環境を確認する見聞に臨みました叡王戦はここまでお互いに1勝1敗の対 先に3勝した方がタイトル獲得となるため第三局を制した方が王手をかけることになります昨日行われた前夜祭でファンらおよそ160人も前に意気込みを語りました AO 戦では藤谷様から対局時のおやつをご提供していただいておりまして今期も定番のものから新作まで幅広く用意していただいてそれを選ぶことも楽しみの一つになっています明日は一1勝1敗で迎えた第三局 ということで、非常に大きな一局にはなりますが、当分補給を一つ、一局通して集中してさせたいと思っています。まあこちらの名古屋で対局させていただけるということは、大変嬉しく思っております。第一局ではこう敗れてしまいましたので、今回の第三局にかける意気込みは強く持っております。栄養戦五番勝負の第三局は、今日午前9時から行われます。